ナミさん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回、ステーキング30回目ですか？すごいですね。やっぱり30回ともなるとまとまった金額になりますよね。で、私もね、結構な額になりました、もうすでに。今の相場感で言うと、年間でステーキング報酬だけで500万ぐらいは入る算段になるんじゃないかなと思うんですよ。で、これに加えて、まあ、元金と言いますかね。元になってるエイダの枚数とか、まあ、40万枚を超えたりとか、それからあれですよね、エイダそのものの価格が上がることも期待できますよね。今250円前後だと思いますけども、すぐ300円とかに行っちゃいますし、私は今年ね500円とかのラインが見えてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ特に根拠はないんですけどもね。まあみんな根拠ないと思うんですよ、このかあの何ですかね、暗号通貨の価格をこれからね考えるときに、まあそうなったらいいなぐらいのもので、言う方も聞く方も思っておけば深手を負わずに済むのかなっていうところですよね。まあ本当に今回もありがとうございました。たくさんのね人がまたカルダネーダに興味を持っていただいて、でそういった方のステーキングをご案内できればいいかなと思っております。それでは失礼します。